Alright guys, yokoso. We're gonna watch Bocchi Zaroku episode 4. I'm pretty excited because I haven't seen this anime for like 4 or 5 days. Well, maybe for a week now. I'm not sure. And yeah, I want to thank all of my patrons who support me, and I would like to thank especially Atakama who recommended this anime to me. So yeah. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. There's also gonna be early access. So by the time that you guys see this episode, we're gonna already watch the end of Bocchi Zaroku. So don't hesitate and click the link in the description. Let's go. Well, at least she's playing guitar better than I was when I had my guitar and I was tryharding it. I don't know. Just play? Maybe? How much is 500 yen? Oh, like $4. Okay. Instagram. Yeah, guys, don't forget to check my Instagram and like my pictures. ファンクラブの設立すごく気が早い。年会費は1万円。そして高い。ファンクラブ会員特典として、握手会と年に一度メンバーとのたこ焼きパーティーを材料は保持だ。安い、入ります。北朝鮮メンバーだからね。何かアイディアある？ どうしよう、何も考えてなかった。いや、なんか目がキラキラしてる。期待の目をされてる。なんか言わなきゃ、なんか、何も浮かばない。ああ、ぼっちちゃんは大丈夫。ん？ぼっちちゃんにはオリジナルソングの作詞という重要任務があるから。前に決めたじゃん。りょうが作曲、ぼっちちゃんが作詞って。歌詞にキンクが多いなら、ぼっちちゃんが書けばいいよ。書けばいいよ。 Damn。期待ごとさすごい仕事任されてかっこいいね。まあ作詞なんて遊びしまえ。ちょちょいのちょいですよ。後藤さんってすぐ調子乗っちゃうのね。大ヒット間違いなしのバンドらしい歌詞書いちゃいますから。らしい。何も思いつかない。脳も現実逃避して動画5時間も編集してしまったし。よし。よし。 Oh, she spilled a drink. Damn. She's like my brother. Kong, 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 Kong. I drive it in. Kong, 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 Kong. It's 2 a.m. What the fuck? What is that? <笑>明るい人間になりきるんだ。私は陽キャ。ナイトプールでサーフィンする女。そしてクイーンオブウェイの名を我がものにする女。バイブス上げてか。俺さできるスイカ。違う。これは明るい人じゃなくてただのパリピだ。ここは有名なイソスタ大スポット。 Why are they spying on her?
I mean, guys, it's pretty hard to write some meaningful lyrics for a song. I've tried a couple of times, but it just turned out as bad as Butchie's. この前思いつかなかったけど、まだあったんだよ。バンドらしいこと。アーシャを撮ろう。アーティスト写真だって。見る。この前ライブ出るために撮った。ほら、北ちゃん逃げちゃったから。ごめんなさい。こんなひどいアーシャ初めて見た。 外でですか？スタジオで撮るのはお金がないから無理。下北の街中で写真撮るなんて一見にはハードル高すぎる。金欠バンドマンのアーシャで台湾どころはこんなところかな。今日楽器持ってくればよかったわね。確かに 楽器持ってた方がさらにかっこよくなりそうですけど。君たちはね。絵になるのはギターとベースだけでドラムは怖いそうな。いやー、that's true。絵に持つのはドラムスティックだけだよ。かわいいじゃん。じゃあ今日だけ楽器交換しよう。かっこ悪いからやだ。ここ立てどうです？ブハウスの中で。Where's Bochi? There she is. This biggest fire. Damn, the fence one. Yeah, this one. What do you guys think? なんていうか写真慣れしてるっていうか。それはよく SNS担当大臣。お父さんどうしたの？死なないで。家族以外と撮った写真はクラスの集合写真くらい。15年生きてきた証が、それしかない私って。ぼっちちゃん顔やばいって。 現代の女子高生で私みたいな人他にいるのかな。父のこと肩を並べるくらいの希少種なのでは。ぼっちちゃんもイソスタ始めてみたら。ねえ、大臣もそう思うでしょ。ぜひ友達になりましょう。バンドカットを売っていくならメンバー個人のアカウントあった方がいいと思う。お父さん、私がアカウントなんて持ったら。 ただでさえね、クラなのにバンドやって人気者になろうとしてる小じらせ人間なのに、そんな私がそんなものを始めてしまったら生まれてしまう。承認欲求モンスター。アテンションホール。私には動画サイトだけあればいい。で、<笑> <笑>大丈夫。はい。あ、ジャンプとかどうですか？ジャンプ。絵になるし、みんなの素の感じでそうですけど。それいい。北ちゃん天才。有識者が言っていた。オープニングでジャンプするアニメは神アニメと。つまりアーシャでジャンプすればこのバンドになるの。 Is it true? Yeah, I mean, they jump in Haikyuu and it's God tier anime. ぼっちのパンツが。ぼっちの写真取れちゃったな。無価値なものを写してすみません。消してください。もっと可愛い反応を期待してたのに、チャンプすら満足にできない私って。いいね、バンド感に青春っぽさがプラスされたね。まだ曲もできてないのに。作詞のことすっかり
ーチちゃんに頑張っていただいて。で、あれ、りょうは？気づいたらもう。プルボチ。時間が経てば経つほど歌詞のハードルが上がっていく気がする。うん。これ見せて冷たい反応されたら、いや、気を使われて励まされたりとかしたら私。会食なんて一度も一人でしたことない。コンビニだってそれなりに気合い入れないと入れないのに。いきなり入っていいのかな。どうやって入るの。 Yeah, they just walk in. Hey, 大将やってる。ぼっち、こっちこっち。No, I have a second and embarrassment. どうしよう、私から切り出せばいいのかな。いや、でもさっきの撮影楽しかったですね。別に。ってなるかもしれないし。もう頑張れ。あ、はい、これでいいんだ。よくはないけどバンドのことを考えると、あ、はい、傑作です。Is it? 個人的にこのサインはロックバンドにしては子供っぽい気がする。そのページじゃないです。墓地的にはこの歌詞で満足？それはヒットしたバンドらしいのがいいのかな、うん、言ったっけ。私昔は別のバンドにいたんだ。そのバンドの青臭いけどまっすぐな歌詞が好きだったんだ。でも売れるために必死になってどんどん歌詞を売れ線にして、それが嫌になったからやめたんだ。ああ、ちょっと埋めたりして。So she just wants Bochi to be honest, right? ねえ、暇ならベースやって。なんで？だって私リョウのベース好きだし。そう二時間に言われてもう一度バンドやってみようかなって。リョウさん、だからいろいろ考えてつまんない歌詞書かないでいいから、うん、こっちの好きなように書いてよ。けどそうするとネクラでどんよりな歌詞が。でもそれリア10個に歌わせたら面白くない？え、毎日一人呪っていくねバラバ。リョウさんちゃんとした人だったんだ。そろそろ出よう。はい。リョウさん、お会計。ごめん、今お金ないからおごって。でもリョウさんがここに誘ったんじゃ。最近草しか食べてなくて限界で。まだ野草生活を。私頑張ります。うん、じゃあ楽しみにしてるよ。いや、あの、うん、歌詞できたんですけど。She's just like me. このところ作詞に夢中になって、その寝るの忘れたりして。おお、どれどれ、ぼっちちゃんの力作拝見しましょう。確かに暗いね。りょう先輩、でもぼっちらしい。少ないかもしれないけど誰かに深く刺さるんじゃないかな。なんで急に仲良くなってるの。Why are they smiling like that? Damn, that's cute. それでバンドがずっと続いて、これからもみんなといろんな写真撮っていけたらいいな。I'm sorry, what? これからもみんなといろんな写真。Why is her whole room? Alright, that's creepy. Damn. Did I watch ending? I feel like I've skipped. Yeah, I can't remember if I watched it or not.Okay, it's catchy. Alright guys, that's it for Bochi Zaruku episode 4. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel.
If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. And see you guys next episode. またね!